研究所、所長野村、超個人的なお話をします。そう、これはね、超本当にこれね、超個人的好み、ただの好みっていうちょっと話をするんですよ、うん、だからまあこれはね、参考にしていただかなくても全く OK みたいな、ただ私はこういうタイプが好きなんだよみたいな、ただそれだけ。それがね、理屈で通ってるかっつったらね、多分ね通ってないかもしれない。そういうこと、ただ単にこうあるじゃないですか、自分がこうウィンドウサーフィンにやってて、俺こういうセル好きなんだよね、俺こういうボード好きなんだよねとかっていう、ただそれだけです、うん、だからまああんまり参考にすることはないから、もうちょっと参考にすることはあるのかな。でこれをねちょっと写真見てもらうと分かるんだけども、実言うと私はこういうセルそんなに好きじゃないんだよね。うん、でもこれ 3.4 か、ちっちゃいんか、ちっちゃいんだと何とも言えないなっていう感じかな。これ 何かっていうとね、こう成功ブームがありますね、マストがありますね。そしたら私ね、どっちかっていうとこのね、フット、ここの面積ってすごい私結構気にするんですよ、どっちかっていうと。これがね、面積ちっちゃいとねダメなんですよ。そう、面白いでしょ、そういうただのへりくつみたいな感じ。ただそれ見た目だけね、まあ理論的にも多少あるんだけども。でこれもしこれ結構ね、ブームがちゃんと普通にしてるんだけど、これブーム一番下にこうやってね、背がちっちゃくてつけたとしたら、ここのねフットの面積がすごいちっちゃいんですよ。これがダメね。うん、わかります、このフットの面積なんですよ、私すごい気にするの。だから昔のねウェーブセールなんて結構好きなんだけども、まあ、昔のだとねバテンがこういう感じなんだよね。でこういう感じね、うん、これがねここのねフットのエリアがなんだこうガシッとしててね、大きいとね結構安心するんですよ。これ昔やってたスラロム、だから全然こうほら三角セールっていうのからファットヘッドだったりでフットなんとかって、ロビーナスが一番最初にフットにバテン入れたのかな確か。でフットなんとかっていうこうレインボーのねミステラルのセールができて、これ時にすごい安定感を感じたんだよね。そしてここにドラフトがこう集中するので、風のパワーがなんか下がねこう安定する、下半身が安定する感じがする。だからなんだろう、説明するとよくわかんないよね、うん、スカート履いてる感じなんだよ、こういうちっちゃいこうフットのちっちゃいやつって、うん、意味わかんないか。これね、ほんとスカート履いてる感じがスカスカしちゃってダメなんですよ。でここのとこもっと風がこう抜けちゃってる感じがしてね、こうもうちょっとここがね、だからこれ実を言うとこれをこうブームを下げるんだよね、こうブームをこうやって下げればフットがこうなってくるんだよね。そう、まあセールがこうなってこういう感じなんだけど、そうするとここがほらつぼまってくるんだよね。うん、でもウェーブセールってこれのねブームを下げも限界があるんですよ。でこんだけ切り上がってると、これブームエンド下げするとこれ以上下がらないんだよねっていう、だからそれでまだちょっと安定感がないっていう、ちょっと気がして、気がするだけですよ。だからこれ下げれば、このドラ、ね、これがドラフトも下がるわけだから、もしかしたらそこで平常でいいんかもしれないけど、なんかこうスカート履いてる感じがするんですよ。だからまあこのくらいね、このくらい下げたらセールがこうやってきたら、このくらいくっつく感じ、なんかわかります、こういう感じ、この感じがね好きなんですよ。だから最近のセールの感じのこの、うん、だから多分あれはもうアフターレイキした時の形っていうセールの作り方をしているっていう。だからこれなんかもう普通にブーム平行にしてたらスッカスカって感じでしょ、下がブームの下がほとんどない感じしちゃうじゃないですか。だからこれはやっぱりこれはほら普通にブーム下がってるんじゃないですか、ブームを下げてそこにドラフトがこうしっかり正面に来るっていう、そういう作りなんだよね。うん、あとやっぱりハンドリングの関係がなんのかな、うん、もうちょっとこうコントロール性がいいって、ウェブセールは特にねセールのコントロール性がいいっていうことになるから、もしかしたらそういうことかもしれないけど、私はこうスピードとコントロール、これが両方ねこうちょうどいいっていうのが好きなんですよ。だから各メーカーいっぱいあるんだけども、そのちょうどいいっていうのもあるんですよね。これは完璧に好みですよ。うん、もうだからもうセールをどっちかともっともっと振り回すような感じを使って、セールの比重をちょっとこうもっとセールは軽くね、で体をもっと動かすみたいな感じのイメージと、やっぱりセールのスピードをグッと抑え込んで、そこからジャイブに入るとかボトムターに入るとかっていうのが好きな人とか、なんかそれはねもう完璧に好みね。だから私は今回これ言ってるけど、これ完璧に好みですからね。うん、だから本当にただの好き嫌い、うん、理屈は関係なしの好き嫌いみたいな、理論は関係なしの好き嫌いみたいな感じなんですよ。うん、でも私はそういうのが好きだっていうのは、ちょっとそれが言いたかったっていうだけの今日は動画なんですよね、実言うとね。
そうだからこれがねもうちょっとなんだよな、この、ね、バッテンがね、ここのバッテンのこの角度がね、まあこれテストして多分こうなってるからね、私が言うことじゃないんだけども、本当このくらいかな、このくらい。